気になってたって何か。もうこれっす。千鶴さんはレンタル彼女であり、彼女代行サービスの従事者。おー、ダメだ、ツンデレ、バレてる、全部消して。おー、ごめんなさい、もうクラウドにバックアップされちゃってるっす。ズハラのことを思ったら逆らえねえ。ごめん、全部話すから許してくれ。これがことのあらまして、悪いのは俺で。すげー、それだけあのレンカノさんのことが好きなんすね。あ、いや、好きっていうか、だいたいあの動画は俺を脅そうと。脅す？やだな、これ誤信用っす。え、誤信？そのためにわざわざ動画を？